巨人くん、どこに私がいるか探してみたまえ。巨人くん、さあ探し回りなさい。さあささや、一人で丸々してみた。早く捕まえてください。今日はよろしくお願いいたします。今日はこういうことしてちゃいけないんです。私たちの番組さん、サシャが一人で丸々してみた、なんとありがたいことにご好評いただいたそうで、こうしてなんとサシャが一人で丸々してみた番外編を私たち二人でさせていただけることになりました。巨人くん、そういえばずっと私が今までお世話になってきている巨人くんよりすごく縮まれましたか？本当に前の巨人くんかな？今日初めてこういうことしてるんじゃない？今日初めてでちょっと戸惑ってるとかじゃない？本当か信じていいの？そしたらじゃあ私が言ったことを全部やってもらっていいですか？じゃあ、あ、壁ビカブのリコさんだ。さあ、お願いします。あ、壁が汚いの。壁がもっと上の方にも汚れがあるの。そしてランニングマンやりたくなっちゃった。だからランニングマンやりたくなっちゃったの。ランニングマンからの、からの、リーチさんのタックル、からの五郎丸さん、五郎丸さんの精神統一。こうかな五郎丸さん、これもすごく良かったよ。これは何ですか？どうやるんですか？もう一回見せていただいてもいいですか？どうやって五郎丸さんもやられるんですか？いつですか？いつの時やるんですか？シュ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 の時に、でこうやってバスしたらそうなんだ、すごい。知らなかったです。さすが物知りさんですね。巨人くん物知りさんですね。さすがです。それじゃあこの上で私の好きな恋になってみよう。本当に生きのいい恋かを確かめるぞ。あれ、ここにいるのは私がさっき出会った可愛い池の恋さんかな？あれ、なんか違うな。もっと元気だったもんな。もっとなんかおっぽがすごく高くわーってなってたもん。おかしいよ。あれ、もしかして恋さんじゃなくてワンちゃんかな？あー、可愛いワンちゃんだ。あれ、もしかして私の好きなオラウータンさんかな？やってほしいな。おーからの、皆さんに五郎丸さんの精神統一。ここからはですね、大人気アニメ進撃巨人中学校のあるものを皆様にご紹介させていただくコーナーなんです。嬉しい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 を体で表してください。そんなもんかい？そんなもんかい？君の巨人中学校への気持ちはそんなもんか？大丈夫か？すごいよ、すごく良かったよ。じゃあ、ここでここになんとこんなにフリップがたくさんありますでしょ。これでご紹介していきたいんですけれども、それじゃあ私ミミンバオリみたいになったらいいかな。皆さん、今回ご紹介いたしますのは、フリップを見ましょう。はい、進撃巨人中学校第1巻1月20日、いい日ですね。いい日ですよ。はい、第2巻2月17日、第3巻3月16日、どうでしょう、お買い得ですよ。すごく良かったです。まだまだあるので、とにかく1月20日、思い出とかありますか？私はね、巨人くん、お持ち役やってもらっていいかな、この上で、すいません。ピタン、ピタン、
ありがとう。せーの。あれ、今の時間でいきなりお年を召されたんじゃないかな。大丈夫かな。そしてね、次はなんと初回特典その1、中川咲先生書き下ろし40ページにもわたるコミック。すごいじゃないですか。すごすぎますよ。中川咲先生のモノマネお願いいたします。あの先生すいません、これがちょっとこのなんかあのペン入れがちょっとわからないんですけど、あれ先生いつもと違います。なんかこの書き下ろしのカバーっていうのはどんな感じの表紙のカバーになるんですか。教えていただいてもよろしいですか。何か丸がある。はい、大丈夫ですか。なんか顎からお水がたくさん出てきてるんですけど大丈夫ですか。せーの、じゃん。初回特典その3、イベント先行優先購入券昼の部、2016年7月3日日曜日、東京国際フォーラムホール A さんです。ということはいろいろな方が出演されるということですよね。楽しみですね。じゃん。なんだこういう人は、変な、こんな人を入れていいのか。本当に入れていただいていいんですか。えいえいえい、本当にいいんですか。優しすぎるよ、優しすぎるよ。いいのかい、本当に。おいらもありがとう。はい、じゃあ無理、おにぎりは渡しませんよって言ってみよう。さあ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 、うん、そう、おにぎりは渡さないよ、渡しませんよ。うんうんうんはい、ということでみんな、来年も今年から来年全部進撃三昧で参りましょう。わー、じゃあ精神統一。